こんにちは、野口幸太です。今回はピアノを通して想像力を育てることの必要性ということをお話ししたいと思います。あの、想像力というのは、単にこのパッと思いついたとか、そういうことではないんですよね。もちろんパッと思いつくっていうことはあるんだけども、その背景には経験と知識、 の蓄積とということがあるんですよねだからつまり想像力というのは学習の賜物なわけですよね。そうした時にこの今ピアノっていうのが脳トレにいいというふうに言われ始めて久しいわけですけれども僕はこれちょっと注意しなくちゃいけないんじゃないかなと思って危機感を思を催しています。でそれは何 でかと言いますとこのノートレと言ってしまった時についついこのね楽譜というこのロジカルなものを読み解きそれにふさわしいあのマッチするこの指鍵盤を押し指を。 この動かすっていうこの部分のことだけをやってしまいがちクローズアップしてしてまいがちなんですねそりゃ当然その脳を使っているわけまあ何事も脳を使っているわけですからあの脳トレっていうのはまあ当たり前っちゃ当たり前のことなんですけれどもでもこの音 音楽というものはこの長年人間がコミュニケーション手段の一つとしてこの培ってきてしかも発展させてきた文化なわけですよね。 でということはこれね音楽ってその、まあ、我々音楽言言言語語ななんていう,ふうにあの言葉がある通り、まあ、言語と一緒なわけですそうしたらねこの通常の日本語とか英語とかと重ねて考えると結構わかりやすくて例えば僕たちがこの日本語というものを幼い頃から習得してきているわけですが仮にその例えばこの漢字とか熟語とか文法っていうことばっかり かりを詰め込み教育をした結果、さあ、じゃああなたの意見をみんなに伝えてごらんって言った時に、あ、しまった。自分の意見を育てるのを忘れてきたっていうことになってしまうわけですよね。実はこのことって、今日本のこの国内でのこの教育としてもすごく問題視されていますよね。あの、みんな一緒に同じことをやればいいということが長らく続いてきた今、ところは 個性、個の時代が始まった。これからますます個が大事になってくるという、そういったご時世の中で、さあ自分それぞれが、その自分としての意見だったりとか、えっと、思いということを、この育てて、それでいってそれをアウトプットする。ここが言葉。 あのテクニック、言葉のテクニックなわけで、ピアノで言うと、まずはその曲というものに対して自分がどういう意見を持つのか、どういうイマジネーションを持つのかっていうことから、そこからテクニックということが生まれていくわけですね。 であのその「想像力を育てるレッスン」っていうのでとてもその重宝しているのがやっぱりこの「リコメソッド」なんですね。今画面を表示させています。あのリコメソッドってものすごく膨大な量の,そのサブジェクトがあって、まあ、その一部なんですけどもこれね「ワルツ開いて閉じて」っていうねあの曲なんですけれども、まあ、あのこの曲自体はねもうピアノをやってる方だったら簡単だと思うのでこの「あのこの和音」と「この和音」っていうのがまあ交互に出てくるんですね。まあ、次のページ行くと その曲がこう出てくるんですけれども、ただね、これね、曲をその弾く前にこういうことが問われるんです。なぜダンスをしているのでしょうとか、誰とダンスをしているのでしょうっていうことが問われるんですね。つまり、あなたはまずこの曲を通してどういう意見を持ちますかっていうことなんですね。 で、その意見、まあ、イマジネーションでも想像力でも想像でも何でもいいんですけれども、それを持つためには、前提となる知識というものも必要なわけですよね。例えば、じゃあこれ、ワルツという、あの、 曲ですので、ワルツというのはどういうものなのか。ね。あの、ダンスの曲なんだよ。で、三拍子なんだよって。で、どういうところで本来この踊られるもの、踊ってきたものなのかっていうことも、例えばね、そういうのってこの YouTube でも検索すれば実際のものが見せられたりとかするわけですね。で、その上で子供に質問をするんです。ね。このお子さんなんかはお城のパーティー、誕生日。ね、誕生日のパーティーなんです。お姫様は15歳なんだそうです。季節は春。ね。特にこの4月だと言ってましたね。 王子様様とお姫様がこれ、ね、ダンスしてるんだそうです、ね、同じにお城に住んでいて王子様はこの17歳ですでこの二人は友達同士なんだそうですそうすると自分の中でドラマができてドラマを弾くということになってくるわけですよね。でおのずとこの誕生日パーティーということはこの寂しげなあのに音を鳴らすということはまあ普通はないわけでどんな弾き方をすればいいかということが自分で 見えてくるわけですわざわざそのこのタッチはこうだよとかって教える必要はないんですよね自らこの弾き方ということがこう見出せるようになってくるこれがテクニックの部分ですよね一方でねこの他のお子さんねこんなねちょっとファンタジックなねあのことを言ってましたこれミとソとファとソなのでミーという人とソという人がいるんですってであとファーとソの人はねこれはねあの楽団なんだそうですねだからこれなんかちょっと僕はイラストが <laughs> <laughs> すごく下手なので <laughs>、ひどいね、このイラストね <laughs>。<laughs> あの、言われた通り、僕がこうなんとなく書いてるんですけども。 でね、じゃあ、この、あの、みとそっていう人がね、このペアなんだそうです。この二人がね、踊ってるんですって。じゃあね、なぜ、あの、踊ってるかというか、この踊ってる時の気持ちについてね、その、彼女は話し出したんですけども、嬉しいんです。なぜ嬉しいのって聞きました。お互いが好きだから嬉しいんだそうです。ね。で、好きで、もっと他に何か嬉しいと思う、その、理由はあるのって聞いたら、これから一緒に生活をするんだそうです。で、子育てもしていくんです。 えちょっと待ってそれってもしかして結婚するってこと <laughs> でつまりこの彼女はこの結婚式というそうするとそれにふさわしい弾き方が出てくるもう一人ちょっとあのお見せしましょうかこれ,これもねあの小学生のお子さんなんですけども、ね、これはすごかったですよ。 あの、なぜダンスをしているのでしょうっていうのね。これはね、いろんな人に自分のことを知ってもらいたい。そういう場なんだそうです。ね。好きになってもらいたい。そうすると、やっぱりこの好きになってもらうためにはどういうその振る舞いをす,るすればいいのかっていうことが、自分の中で自分としてのその考えということが出てくるわけですよね。で、あの、誰とダンスをしているのでしょうかっていうのを親しくなりたい人。 ね。親しい人。ね。<laughs> でね、プラスアルファね、ちょっと面白かったのが、これね、じゃあ、どんな風に弾けばいいって、どんな風な振る舞いをすればいいかっていうことを聞いたんですね。で、そしたらね、楽しい感じは出すんだけど、軽くはないって言ったんですよ。小学校低学年のお子さんですよ。<laughs> 素晴らしいですよね。あの、こんなことがね、もうね、子供は分かってるんですよね。ついつい、あの、大人は子供をね、低く見て、まあ、子供しみたいなことをやってしまったりとか、これぐらい言えれば、まあ、いいでしょうなんてボーダーを引いてしまいますが、とんでもない、大人以上のことをこういうふうに話し始めるんですね。で、そうしたらですね、この演奏というのも、これ、奥が深くなってきますよね。楽しい感じを出すけれども、軽くはない。 ね、軽く見られない、ね、軽く見られてはならないようなそんな弾き方というのを自身が考え始めるでそこにテクニックということが生まれてくる。 というそういういことがあるんですねですからねこの想像力を育てながらこのピアノというものを僕ねピアノというものがそういう意味で話し方教室みたいな風に思うこ,とがあるんです、ね、この自分の意見を育てながらどうアウトプットすればいいかっていうことはこれはピアノを弾くことも話すことそれからその文章を書くことっていうのは全部同じなんですよね。ということでやはりこれからの時代 子の時代と言われている中でただただ楽譜の読み方を教える弾き方を教えるテクニックっぽいことを教えるだけで終始していいということはもう終わりなんじゃないでしょうかっていうお話をしたりしました最後までご視聴いただきありがとうございましたチャンネル登録それから高評,価ボタン高評価ボタンお願いしますまた別の動画でお会いしましょうバイバイ